R-36 はソビエト連邦の大陸間弾道ミサイルを呼びロケットである。オリジナルな R-36 にはグラオインデックス 8K67 を付与された。北大西洋条約機構では本型版にはスカープというナトコードネームを用いた。また DOD 番号では SS-9 と呼ばれた。 派生型である R-36M に対しては、グラオインデックス 15A14、及びその改良型ミサイル R-36、マデスには 15A18 を付与された。北、大西洋条約機構では、サタンというナトーコードネームを用いた。また、DOD 番号では SS、SS-18 と呼ばれた。東西冷戦は世界に、 核戦争の危機という暗い影を落としていた。大型艦船や航空機などの兵力の違いが戦争結果を裏付ける第二次世界大戦までとは違い、核のボタンにより戦争結果が出る核の時代へと突入した人類にとって核兵器の運用能力が国家の存続に関わる大きな問題となったのである。 冷戦中に開発されたのがソ連の R-36 である。これは冷戦当時世界最大のもので10個の核弾頭を搭載して敵対国家を攻撃することを目的とされた。西側ではサタンの名称で恐れられるミサイルは冷戦時代を象徴する代表的な兵器である。R-36M は6000回り以上の射程。 および10個の核出力0.55メガトンの核弾頭、または18から20メガトンまでの威力可変型、単一弾頭を搭載した 10ICBM である。当社重量はバージョンにより異なり、7.2から8.8トンである。ソ連がアメリカ合衆国のミニットマン計画への対抗、および老朽化した 10ICBM である288機の R-36 の後継計画として R-36M の設計を最初に承認したのは1969年だった。初期設計では R-36M は強力な12マウントの単一の核弾頭を搭載した射程 1600km 以上のミサイルだった。これによりミニットマンミサイルの発射前にその降下サイロと 中央制御室を破壊できる第一撃能力を旧ソ連が手にすることになると考えられた。1974年10月には R-36M の生産が認可された。最初のミサイル発射テストは1975年に行われたが、このテストは失敗に終わった。いくつかの遅延の後、1974年12月25日には、 最初のミサイル連隊が作戦可能になった。R-36M ミサイルは設計寿命の10年が過ぎると退役し、1983年には全ての R-36M はマーブ化された新型の R-36M アトクに置き換えられた。その後の1988年には R-36M2 への置き換えが始められたが、 その後のソビエト連邦崩壊に伴って少数が配備されただけに終わった。R-36M モッド1の設計は18から20メガトンの単一弾頭を搭載し、射程は11000キロメートルを超えていた。1984年までに最初の回収が段階的に実行され、 これ以降 R-36M は6回に及ぶ個別の回収を受けた。R-36M2 ボーボだと呼ばれた最終的な回収バージョンは1991年8月に配備された。このミサイルはモッド -1 と同じ核弾頭を 16000km まで投射できた。モッド -6 の開発に先んじて モ o ド -4 でマーブ弾頭が導入されている。R-36M は、グラスファイバー製の輸送、発射キャニスターに格納されており、回収された R-36 のサイロにそのまま配備される。設計寿命である10年間は、整備が不要とされていた。サイロ内のキャニスターは、エアバッグによって保持されており、核爆発の衝撃から保護されている。 ミサイル発射にあたって R-36M はミサイル本体への損傷を防止するためにメインエンジン発火前にサイロから打ち出される。ミサイルサイロの地下に置かれた固体燃料ガス発生装置から爆発的に発生するガスの力によってミサイルは発射キャニスターから空中に打ち出され空中でメインエンジンに点火される。この方式は コールドローン地方式と呼ばれ、1960年代、初頭にチェロ名設計局で UR、UR-100 ミサイルのために開発された、方式をもとに、ヤンゲリ設計局で開発された。R-36M は2段式ロケットで、第1段は、水力460トン、ジンバル安定化された、単一燃焼室、ノズル方式のロケットエンジンを4機装備している。 第2弾は、単一燃焼室、ノズルを持つ水力77トンのロケットエンジンを1機、装備している。マーブの場合は、さらに再突入体を備えたバスがある。1991年のソビエト連邦の、崩壊前の最盛期には308機の R-36M のミサイルサイロが、作戦配備されていた。ソ連の崩壊後、これらサイロの場所は204機が、 ロシア領に104機が新しく独立したカザフスタン領となった。続く数年のうちにロシアは第一次戦略兵器削減条約に対応するために R-36M 発射サイロの数を154機に減らした。カザフスタンのすべてのミサイルは1995年までに廃棄された。次の第二次戦略兵器削減条約ではロシアは すべての R-36M ミサイルを廃棄する必要があったが、米ロ両国間の問題により条約は実効性を持たず、ミサイルは作戦中のままとなっている。またロシアは退役した R-36M 用サイロのうち90機を単一弾頭の ICBM 用サイロに改造することが許されている。サイロは内径が狭められ、 そこにコンクリートを充填して、長さを縮められ、R-36M が配備できないようにされる。ロシアは改造サイロに、R、R-36M より小型で単一弾頭を装備し、固体燃料ロケットによって飛行する、RT-2PM1 トーポリエムを配備する予定である。CTR、協調的脅威削減計画、通称ナンルガー法に従って、 解体処分される R-36 を視察する提唱者のリチャードルガーベー上院議員最近の10年間でロシア連邦軍は作戦中の R-36M ミサイル数を着実に減らしそれらのうち設計寿命を過ぎたものから退役させている設計寿命は最初に10年とされたが後に15年に延長された2005年現在 約100機のミサイルが引き続き作戦中である。ロシアはそれらの維持に努力しているが、それらの主要な生産設備が、現在ではソ連から独立したウクライナに置かれているということにより、ミサイルの維持は難しくなりつつある。最近のロシア当局の公式発表によれば、今後5年間で、現在の R-36M 戦力の半分は退役する。 最も新しい50機の R-36M-2 ミサイルは、延命プログラムを受ける必要があり、2016から2020年まで配備される予定である。また、一方で、後継ミサイルである RS-28 の開発が進められており、2018年3月には、ロシア国防省より発射実験の映像が公開されている。打ち上げられる。 ドニエプルロケットドニエプルのサイロ R-36 を元にしたキャリアロケットはツイクロンロケットとドニエプルロケットの2機種がある。ツイクロンは R-36 ミサイルから派生したロケットである。初代からツイクロン -2 までは2段式でツイクロン -3 から3段目が追加された。主にローサットやメテオール衛星を打ち上げるため、 フレスツク宇宙基地から極軌道へ打ち上げられた。2012年現在、ツイクロン -3 を最後に、ツイクロンシリーズは退役した。なお、現在、ユージュマシュによりツイクロン -4 が開発中である。現在、ウクライナのユージュノエ設計局によって R-36M を元にした衛星打ち上げロケット、ドニエプルが製造されている。 皮肉なことにこのロケットはいくつかのアメリカの衛星も打ち上げている。2004年12月27日、JAXA はこのロケットを用いて、三衛星間通信実験衛星をカザフスタンから打ち上げると発表した。打ち上げ費用は10億円程度とのこと。発射は、ロシアウクライナ合弁のイスクコスモトラス社によって、 バイコヌール宇宙基地から2005年8月24日午前6時10分に行われ、OICETS は予定通り高度約 610km の軌道に乗って、キラリと命名され、一緒に打ち上げられた小型技術実証衛星は、黎明と命名されている。ありがとうございます。